町に出ては多くの無頼の輩と交わり、清水では喧嘩を始め多くの人を手にかける事件を起こすなど、その行動は目も当てられないものばかり。臨海吹きのモノノフ、水野勝成。皆さんこんにちは、小道寺とアシスタントの室伏です。今回は鬼ヒューガで知られる水野勝成について10分で解説します。有名な大名のいとことして生を受けた勝成、順当に行けば出世間違いなしにもかかわらず、豪気な性格が災いして出奔を繰り返すなど波乱万丈の人生を送ったことでも知られています。あの有力な大名のいとこなのに一つの家に仕えることはなかったんだ。時には刺客を送り込まれるなど、逸話には事欠きません。最後は藩主にまで上り詰めた彼の人生を、その逸話とともにご紹介します。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第一章、水野勝成の生い立ち。永禄7年1564年に水野忠重の嫡男として三河で誕生したとされます。桶狭間の戦いの少し後だね。忠重の姉は於大の方、つまり徳川家康とはいとこの関係だったんですね。余談ですが、水野家は血筋を遡ると清和源氏につながっているとも言われていますね。誰もが羨む御曹司だったんだね。幼少期はわからないことも多いですが、後に武勇で語られることの多い勝成ですから、幼き頃より鍛錬を積んでいたのではないでしょうか。勝成が元服を迎える頃には主君であった織田信長が天下人と呼ぶにふさわしいほど勢力を拡大しており、その中で初陣を迎えることとなります。第2章、臨海吹き、勝成の躍進。勝成の初陣は天正7年1579年の高天神城攻めです。ですがこの戦では先頭にならず、同年の第二次高天神城の戦いで見事15もの首級を挙げたと伝わっています。この戦は大激戦としても知られ、この後信長から感情を賜ったと言いますから、勝成の活躍ぶりも目を引いたのでしょうね。初陣からお手柄だったんだね。そんな勝成でしたが、事件に巻き込まれ窮地に陥ります。その事件とは本能寺の変です。実はこの時忠重、勝成親子は京に滞在しており、敵方である明智軍が付近を大軍で割烹していたのです。見つかれば命はない。彼らは息を潜め、東福寺山林に3日間身を隠し、霊源院にかくまわれることに。その後は京を脱出し一命を取り留めたのです。運よく生き残ったんだね。京から脱出した勝成は父と離れ家康に出仕することに。ここでも戦に従軍します。天正神武の乱です。織田家の統治が揺らいだ旧武田領をめぐって北条家、上杉家と戦になります。この戦では徳川家の重臣である鳥居元忠に従いますが、元忠が抜け駆けして戦闘を開始したことに激怒。今日より貴殿の指図は受けぬと言い、単独で北条軍と交戦することに。当然のごとく数的不利を背負いますが、なんとここでも首級を挙げ、この戦を勝利に導くのです。もう無茶苦茶だよ。戦において腕を振るった勝成は、その後の小牧長久手の戦いにも従軍。ですがこの時眼病を患っていた勝成は、兜を脱ぎ捨て敵陣へ突入していったと伝わっています。この無謀な突撃には忠重も激怒。兜を便器にでもしたのか。忠重のこの物言いにカチンときたのか、兜があろうがなかろうが変わらぬ、見ておれ。その言葉を残して勝成は突撃し、またもや首級を挙げたのです。この時代の兜は身を守るだけでなく、味方に大将の位置を知らせる目的もあるから、士気を保つためにもかぶるのが推奨されていたんだよね。この活躍には忠重も黙ってしまいますが、この時より親子の不和が始まっていたのかもしれません。忠重の部下が勝成の悪行をまとめ、報告したことに腹を立て手にかけてしまいます。これには忠重の堪忍袋も切れ、感動の末に奉公構えとなってしまいます。奉公構えって他の家に仕えるのを禁じるものだよね。もし仕えたらその家と当家は敵対するってことだから、相当に厳しい処分だったんだ。これによって仕える家を失ってしまった勝成は放浪生活を送ることとなってしまいました。勝成は京で従者も連れず割歩し、南禅寺の山門に寝泊まりしていた。町に出ては多くの無頼の輩と交わり、
清水では喧嘩をはじめ多くの人を手にかける事件を起こすなど、その行動は目も当てられないものばかりでした。若い辰成は力を持て余していたんだね。しかしここは戦国時代です。力あるものが求められました。多少性格に問題があっても引く手あまた、方向が迷いを無視して豊臣秀吉に従い戦に臨んだとされます。その戦でも戦功を挙げ知行を賜るものの、なんとこれを捨てて逃亡。理由は定かでないものの、秀吉から資格を送られたとか。また何かトラブルを起こしちゃったんだね。その後は九州に逃げ延びたとされ、さっさなりまさや小西行長など主君を変えながら諸国を転々したと伝わっていますね。一つのところにはいられないのか、あるいは悪行を働いたのか定かではありませんが、これまでの勝成からは後者だったのではないかと考えられますね。これだけ仕官先を変えられるのも勝成自身にその力があったことが挙げられるよね。無能だったら誰も相手にしてくれないもんね。彼の足取りは様々な伝説と憶測と逸話に彩られますが、最終的に備中三村親重の触覚となったようです。この時に勝成は世話役の娘に手をつけ子供を設けます。これが質となるお得で、この子供が後に福山藩第2代藩主となる勝利です。もうまんまの世界だよ。家族ができて勝成も平穏を迎えるかとはなりません。時代の荒波に勝成も巻き込まれていきます。第3章、徳川の天下と勝成の最後。天下人の亡き後に不穏な空気が流れ始めます。近いうちに決戦が起きる。これを察知した家康は勝成を迎え入れます。また父の忠重と15年ぶりに和解することができました。勝成といえど父と喧嘩別れは嫌だろうし、よかったね。ですがこれが最後の別れになるとは。勝成が上杉征伐に従軍した隙に忠重は敵方の手によってこの世を去ります。西軍への勧誘を断ったからだとも伝わっています。これによって家督を相続した勝成は家康の側近として仇討ちに燃えることとなります。時は慶長5年1600年、関ヶ原の戦いです。勝成は大垣城の抑えを担当し強襲を行ったと伝わっています。また本戦後には大垣城で父を手にかけた男の子息を捕らえ、その手で父の仇討ちを成したともされていますね。父親の敵討ちもできたんだね。余談ですが、西軍の大将が堺を引き回されている時、勝成は用意していた網笠をかぶせてやったそう。これは九州行長への義理とも考えられますね。人情深い人物でもあったんだね。また大阪の陣にも出陣し、大和方面軍の一番手総大将に任じられます。この時勝成の性格を理解していた家康から、昔のように先陣を切って戦うなと厳命されていたものの、これを無視して一番槍を上げたとも伝わっています。家康の指示くらい守ってほしいよ。論功交渉では先行第2であったものの、6万石程度の加増であったため腹を立てたとも言われますが、秀忠になだめられ事なきを得ることとなりました。またこの理由として家康の指示を無視していたからだとも考えられますね。戦後は初代福山藩主となり内政に携わります。ここでもむちゃくちゃやるのかと思いますが、なんと勝成は前政を敷き名君と称えられます。江戸時代に全国で3000回以上あったとされる一揆か法度などを発布しなくても一度も起きなかったことから、藩主としての勝成は放浪時代とは別人のような治世を行っていたことが考えられますね。そんな勝成も慶安4年1651年にこの世を去ります。享年88歳と伝わっています。生前には島原の乱にも従軍し、87歳で鉄砲を扱っていたとも言いますから、恐ろしいですね。すごくドラマティックな人生だね。ぜひドラマで見たいよ。いかがだったでしょうか。面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。リクエストやコメントもお待ちしております。